構儲かってんじゃないの今。だからね、いろいろだって契約がバリバリ決まりだして。だからね、なんか今日もなんかね、あのお年寄りの弁当の宅配のなんとか言ってましたね。何ですかそれ。なんか新しい。それを新しいね、あれをね。事業部始めてる。なんか一個せんかって。だからこの人、いくらだけお金が、お金っていうかね、その経済運積んだ時は一個の会社立ち上げられたいなとは思うんですけど。あの子はね、あの、偽本尊の中で、あれだけこの仕事としてね、何度も這い上がってきますから、あの本物のご本尊の前でやったらね、あの人は事業のね、あの、まあ、天才とかも言わないかもしれないけど、相当な器を持ってると思います。持ってるんです、うん、だから自家祭の俺は本当に客観的に社長が、ね、営業もセンスはもう天性のものと、それであの、うん、自分が不動産鑑定士もやりたいって言って、うん、にあの不動産鑑定士も勉強してるんですよ、うん、だからいろんなありとあらゆるものをしてるから、うん、だからそういうふうにまた人脈もたくさん周りにあの、うん、あの機械証券会社のあれ機械5台ぐらい植えて、うん、でなんていうかそういうところにあのしてるから、私なんかもちょっとこの前も株兄ちゃんして、まあ、ちっちゃいお金ですけど、うん、兄ちゃんそれどうなっとったらあれ40万ぐらい配当出てるし、うん、でお母さんね、あれ穴ってあの穴っていうのがなんかまたすごい配当がいいらしいよ、うん、それ入れたらねいいよって、あほんなもそれちょっとそっちの穴へ突っ込んでっていうことだよね。もう外貨の方ね、それもちょっと外貨買ってって言ってね、言ったんですけどね、いろんなノウハウを持って、そうだよね、だからね、そんなにで、あの人は経済的には心配しなくても、そういったね、仕事もできると思うんですよ。だから私彼に、まあ、あの会社のでもあの全部自分たち営業の手術、あの、うん、あれを営業、あれ買って自分たちが払うわけないですか、うん、だっていつやったかな、その会社に払わねえけん70万が不足しとったから、うん、あのそれずっとしたら減るからって言ったら、うん、って70万立て替えてやって、うん、それもだから11月ぐらいからずっと2万ずつ綺麗に払ってます、うん、3年ぐらいローンがあるから大変でしょ、うん、大丈夫ですよ。じゃあお父様は最後に締めていただきまして、家主のお父様。